僕はですね、普段はヘアサロンやってるんですけども、今12月じゃないですか。なので、こういったささやかなクリスマスプレゼントをね、来てくれたお客さん全員に、今渡していってるとこなんですけども、12月中だけね、これ全部ね、手作りなんです。で、それの、どうやって作っていってるか、その作業工程をね、今から、お見せしたいと思います。まずはグレーの紙に、このホワイトインクで、このカリグラフィーペンを使ってちょっと書いていきます。紙が動くからちょっと押さえて書きますね。はい、ノエルとね、はい、こんな感じで、次は白い紙に、これですね、はい、ゴールドインクを使います。僕ね、これ独学で、学びました、カリグラフィーで。毎日毎日書いて、やっとこんなに書けるようになりましたね。ついでにメッセージカード、簡単なメッセージカードもちょっと書きますね。サンキューアズオールウェイズ、いつもありがとうです。はい、そしてですね、このグレーの封筒に、このクッキーとさっき書いたこのね、メッセージカードを入れ込んでと。入れ込みますね。はい。入れ込みました。はい。入れ込みましたよね。はい。蓋をします。で、ちょっと折り込んで、で、マステ。
マス、はい、マステで止めて、それでですね、川で取ってきた、これ何の実か分かんないですけど、赤い実がいい感じだったので、これをね、ちょっと配置をちゃんと考えて、ああいいんじゃないですかね。これを動かないようにマステを、マステで止めといて、でこのさっき書いたやつで蓋をしてるように止めておきます。テープのり、テープのりで両端を、はい、で字が真ん中に来て、ちょっとやっぱりこれが出た方がいいね、こじゃれてるかなと思って、で、はい、両端をしっかり止めて、はい、完成です。はい、完成、はい、完成です。じゃあ白い方、ちょっとね、白い袋はちょっとチープなんですけどね、ペラペラで、まあこれはこれでいいんじゃないですかね。これはこっちは、まあ特に色の指定ないんですけどね、まあこっちはこう入れて、はい、こっちもお菓子ね入れます。はい、この下蓋がないので、この蓋がないのでこのまんま、はい、これでマステをします。はい、で止めましょう。はい、今度はね、このグレーを、はい、これで、2個、これで2個できました。はい、白グレーバージョンに、グレー白に金インクバージョンね。でこれまたね入れて、このすすきみたいなやつ、いやいや下目の方がで、ちょっと斜めの方がいいかな。こう貼り付けて、はい、あ、いいんじゃないですか。これもね、いいでしょう。どうですか。これでシンプルで、
まあこんな感じで手作りのクリスマスプレゼントを作ってみました。結構ね、あのお金かけずにあのアイデア次第で洒落たものを作れるので、ぜひ皆さんも結構簡単にできますんで、またねトライしてみてください。だってもうこれもともと自然にあるものですから、お客さんも喜ぶと思います。はい、それではまた。